まあいいか。じゃあ、影になっちゃったときだね。で、なるだけ、背中を急な滑り台みたいにして、で、手は伸ばした。そしたら相手が近づいてきたよと。だからこう、膝握れる。これで足入らない。で、もう相手が無理やり締めに来たよと。右手で締めに来た。そしたら、右手で肘、左手で奥襟取って、で、ここで大事なのが、ちょっと戻れる。うん。こっから、ひゅっ、戻る。これで、相手の尻の下に僕の尻が奥に入る。そして手を引きながらもう一回ケツをキュッと上げれば相手は落ちる。やってみよう。いい。これで何の問題もありません。はい。